上杉謙信が41歳の時にですね、小田原城主北条氏康の七男坊、三郎をですね人質として、春日山城に、連れてきたわけです、どういうのかというとですね、当時の戦国大名、北条氏康と上杉謙信は関東でずっと戦ってきたわけ、関東を平和にしたいという謙信の思いが強かった。しかし北条氏康がねことごとにこの、謙信に、抵抗したわけ。だから関東は常に戦乱の町股にあった。ところがですね武田信玄が非常に大きな力を持ってきてこの関東の小田原氏を、攻め滅ぼすぐらいの勢いになってきたわけ。そうすると結局北条氏康はとてもその、ね、自分一人じゃ、武田信玄に太刀打ちできないということで上杉謙信になんとか同盟を結んでほしいと、握手してほしいとこういうそのアプローチを盛んにしてきたわけ。初めは謙信は、ね、相手にしなかったんですけれども、そういう、願いであればというねまた謙信自身も握手をすれば当然関東へ進出してで関東を平和にできるそういう謙信の目的も叶うわけ で謙信と同盟を結んだわけ、その同盟の証としてやってきたのが、今申し上げた三郎すなわち北条氏康の七男春日山城に参りました。一方この、越後から誰がねこの関東に行ったのかそれは柿崎君城主であったね柿崎景家のせがれ、ね、が、関東へ、小田原へ行ったこれをもって両者の人質交換が出来上がったわけです。やってきた三郎をですね謙信は大変、大事にしたわけ、どうして大事にしたかというと自分の関東のトップの座をですね、北条氏康の子供に譲りたいとこういう意図があったわけ。これはどういうのかというとですね、この上杉謙信がちょうど32歳の時に、この北条氏をやっつけるためにですね関東へ行きました。それとももうともかく関東の武将たちはみんな謙信のもとに集まった。その数が約11万というこれも大体実数が出てるんです。11万が謙信に付き従ったそういうその兵たちの前で上杉謙信はね、鎌倉鶴岡八幡宮で、当時のトップは上杉ですから越後の上杉じゃなくて、全体の上杉のね関東に、いたんですけど山の内上杉って言うんです。この山の内上杉、則政からね、上杉謙信は関東管領という関東全体をね、平和にするそういう役職なんです。室町幕府のねだから非常に重い職。今までは単なる、ね、長岡景虎上杉氏は越後だけだった。それを今度関東全域のですね、支配権を任された。しかも支配権というのは要するに関東を平和にするそれをその上杉謙信32歳若きねそれが、その彼がですね鶴岡八幡宮でもって、そういう職務を受け継いだわけ。だから上杉謙信は大変ですよ。だから上杉謙信は13回にわたってね関東へ出陣する。でその時はもう関東の武将たちはみんな上杉謙信の軍門に屈するわけ、すなわち、降参するわけ。ところが謙信がまた三国峠を越えて帰ってくればまたみんな反旗を翻します。上杉謙信は生涯独身だったわけです。だから、子供がいなかった。そこで、謙信はね自分の越後の跡取りこれはお姉さんの子供である上杉景勝それから、関東のトップその役割関東管領これをその景虎に譲ろう、ね、こう考えていたんじゃないかというね、そういうそのだから2人を、ね、どっちか1人じゃなくて越後と関東を分けてねおのおの世の中を平和にした。謙信自身は世の中を平和にしたい関東も越後もこういうその、ね、気持ちを持って、行動してたわけですからね、そういう意味でやはり、謙信の考えっていうのはそこにあったんじゃないかなと。これも、別に、謙信は物に書いているわけではないんで、私も、長い50数年のこの上杉謙信を見つめてきたそういう中で得た結論ということになる。